だから芸能人が一回入ってきてさ、やばいみたいななった時も全然思わなかったもんね。やばいって。僕たちの後から芸能人入ってきたんですよ。おお、まだ出へんかったです。うん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 、めっちゃ焦ったらしい。勝てるわけねえよ、ざけんなよみたいな。なんでこっち来るんだよすっげえ思ってましたその時はもうすげえ10万もいなかったんで。うん、いや焦るね。こっからって時に新しい風吹いたらまた変わっちゃうじゃんみたいな。やっぱ芸能人も芸能人で多分 YouTube やるのすごい難しそうなんだろうなっていう。YouTube ってすげえいいゲームだとしたら、うん、YouTube ってすげえいいゲームじゃないですか。うん、難易度的に、うん、TikTok でバズるよりも難しいじゃないですか。うん、難しいね。けど死ぬほど難しいわけじゃないっていうか、うんうんうん、1年間やってれば1本当たる感覚は夢見せてくれるコンテンツじゃないですか。まあ、さっき言った企画が面白いとかっていうのもあるんだけど、やっぱその人の人柄、その関係性とかっていうのも中身をさ、こう見てくれるじゃん。はいはい、だから知名度があるから再生数が伸びるんじゃなくて、はいはいはい、やっぱそういう素人とかでもこう中身が面白いっていうので再生数っていくから、はい、なんか最近すげえ思うのが、うん、仕事をすることのストレスは本当にないなっていうのを、うんうんうん、すげえ思ってて。レモンサワーってさ、はい、何の話してたかっていうと、ドラゴンボールを集めたら、あ、してないしてない、終わったっす。アホだと思う話の内容を一から聞いてるなと。こんなにカメラとライト用意して何話してたのだったら、ドラゴンボールマジで集めた、マジのアホだと思う